昭和53年台風第26号は1978年10月に発生し、フィリピンに甚大な被害をもたらした台風である。進路図1978年10月18日、マーシャル諸島の北東で台風26号が発生。台風は勢力を強めながら西進を続け、22日23時30分の飛行機観測で中心気圧897ヘクトパスカルを観測して以降、中心気圧900ヘクトパスカル以下の猛烈な勢力が続き、25日12時17分の飛行機観測では878ヘクトパスカルという最低気圧を記録した。台風はその後もほとんど勢力が衰えることなく、ルソン島へ向かって西に進み続け、中心気圧905ヘクトパスカルという猛烈な勢力で26日の夜遅くに上陸した。上陸後間もなく、台風の中心にあった小さくはっきりした目は一気に見えなくなった。その後ルソン島を通過して27日に南シナ海へと抜けた頃には勢力もかなり衰えていた。この台風はフィリピンを中心に甚大な被害をもたらし、少なくとも300人以上の犠牲者を出した。この台風による被害の後、台風委員会は台風の解析と予報の作業マニュアルの作成を提言し、TOPEXと称するプロジェクトを立ち上げた。作業マニュアルの作成にあたり、モデル台風として選定したのがこの台風26号であった。日本の台風作業手順をベースに台風が接近する3日ほど前から上陸、通過に際してどのようなタイミングで観測体制の強化や解析予報作業体制の強化、情報発表体制の強化等を進めていくかを各国が共同で作成し、実際の台風を使った作業訓練も行ってマニュアルが作られた。このマニュアルは改良されながら現在も東南アジア各国の台風作業に活用されているため、この台風の貢献は大きいと言える。この台風は台風としての記録を複数残した。この台風において猛烈な勢力であった期間は90時間と非常に長く、台風の最大風速に関する記録が残る1977年以降では最長の記録となっている。台風が猛烈な勢力を72時間以上も維持する確率はわずか 0.3% ほどと極めて低いにもかかわらず、この台風がこの記録を残した理由は、海水温が摂氏30度前後に達するフィリピンの東海上を長距離かつ長時間にわたって移動したためであると考えられる。またこの台風における移動距離は 7179km と歴代7位の長さとなった。またこの台風は猛烈な勢力の台風が陸地に上陸すると地形の影響を受けて中心部の非常に急峻な気圧経度の部分が一気に崩壊した事例となった。ありがとうございます。